中断。はい、いきます。レフサイドに、よーい、はじめ。もうちょっとやったら、はい、そうだ、もうちょっと待って、43そうそう、これで今度、来月もこれの方がいいです。皆さん、普段青森飲まれますか？普段青森よく飲みます。よく飲みます。頑張りましょう。おいしい。聞いてんだ。これ生ハムは美味しい。乾杯乾杯。これ非常に目が覚める。皆さんやっぱり普段は青森ですか？青森。青森。そうですね。空手家はやっぱり青森ですかね？青森ですね。今はもうウイスキー飲む人はほとんど少ないでしょ。空手やってる人は大体ね、先輩方は青森だから。青森ですよ。まあビールはちょこっと一杯ぐらいみんな飲むけどね。青森のね、本当に美味しいのを飲んでみたいなと思うんですけど、高いでしょ。なかなか飲めないね。本当はもうブランデーなんか比較にならないぐらい。本当にいい青森飲んで最高のし、過去に何度か飲んだことあるけど、やっぱ最高だよ。空数ですか？空数、空数、空数。やっぱり年数寝かした方が美味しいですね。美味しい。でも弱いのは寝かしてもダメ。40度以上。40度以上で寝かして。寝かしたら美味しい。空数ってのは何年からか？3年から。3年から。今はそういう定義されてるね。だから今飲んでるのは3年。花酒の与那国の60度の、あれ10年の残したのが友達がさ、飲むかって言うから飲んでみたら。最高。60度。喉焼けないです。いや、まろやくなってる。これ度数が高ければ高いほど熟成が早いんだよ。美味しい。とってもまろやかで。60度。そっちで。次足、次足。激サイダー1連続分解始める。
あれですね、もう三振もやってるんです。三振はちょっとのために練習しながら冷やされて書道も最近、書道はずっと先生に皇室だけやりたくてお願いしてたんですけど、皇室はやらないでっていう、そうそしたら全部やらないと教えないってずっと言われてて、ずっとやるつもりはなかったんです。全部やるつもりはなかったんです。もう先生も出ないから、今しかないから。あ、そうなんですか。ちょっと最近楽しい。素晴らしい。母親はちょうど9年です。あ、そうですか。でもなんかこの耳図鑑がなんかより絵を描いてる感じがして、もしっていう認識はあまりないんですよ。いや、その象形文字みたいなのを、そのままやれば忙しい。めっちゃやるセンス出ますよ。そうそう、なんかこの先生がなんでこうやってここに撮るのか理解ができない。絵として見ればなんとなく描けるけど、文字としてやると書きづらい。Good night.